あれはクリスタルの集合体のように見えますな。ああ、そうっすね。あそこだけクリスタルが固まってるっす。行ってみますかな。よし。エレグ様、急にテンションが上がりましたね。クリスタルに危険がないことは判明しているから、もう怖がる心配はないということね。やる気があっていいですね。やはり希望が見えれば元気も出るのでしょう。そうですか？リバリンも随分意欲的では。私ですか？まあやる気は確かにありますが、私は最悪の状況を避けるためにただ必死なだけですから。知的好奇心のために意欲的なエレグ様とは性質が違いませんか？必死になるのだって別に悪いことじゃないでしょ？必死すぎると無理をしがちになってしまいますので。まあそれはそうね。だから私たちがいるの。誰にも無理をさせないために。ああ、皆さん、私のことをすごく気遣ってくださいますね。自分を下げる方が楽な時もあるけど、万能ではないと思う。ずっとそうやって生きてきたので、そういう人付き合いしか知らないんです。ニケになる前はどうだったの？覚えていません。きっと今と似た感じでは。生まれ持った性格というのは変わらないものです。無理に変えろとは言わないわ。ラピス様は性格も変えられると思いますか？ええ、いくらでも。まるで経験したことがあるみたいですね。皆さん、こちらに来てくれますかな？はい、今行きます。はい、姿勢は消極的ですが、探索自体には興味があるようです。探索の継続を言い出したのも彼女です。詳しくは分かりませんが、何か考えがあることは間違いないでしょう。エキゾチックのこともあったし、注意しすぎて困ることはないわね。最初から疑ってかかろうという話ではありませんけどね。はい。見えましたかな？見えましたけど、思ったより残酷ですね。ラプチャーの死に方の研究ですか？エレグ様の探求心は凄まじいですね。そういうわけではありませんな。もう少し観察するっす。まあそうですな。ラプチャーの沈黙を確認。これは少し見てて楽しいシーンじゃないわね。それでエレグ様、一体何を？これはどういうことでしょう？ですな。さっきもこうなりましたな。クリスタルが成長した。そうですな。ラプチャーを養分にしたのでしょうか？そうは見えませんな。
ラプチャーの見た目は変わってないですからな。何らかのウイルスという可能性は。ラプチャーだけに反応するウイルスですかな。我々が触った時は何も反応がありませんでしたゆえ。ああ、もしそうなら武器に使えるんじゃないっすか。どう報告しましょうか。はい、了解しました。もう少し行ってみませんかな。実験してみたいことがありますぞ。ハンマリング氏、手伝っていただけますかな。もちろんっす。